セット内容の確認です。お出かけになる前に一度パーツなどの不足がないか必ず確認してください。テント設営の際は水はけがよく、できるだけ平らな場所を選んでください。また風の影響を受けにくい場所を選んでください。本体をキャリーバッグから出し、センターハブを中心にフレームを広げます。フレームのジョイント部分を広げます。空気が入りやすいように前後のドアファスナーを広げます。各コーナー部分のフレーム4本をロックボタンがカチッと音がするまでしっかりと伸ばし立ち上げます。前後のドアファスナーをすべて閉めます。設営位置が決まったら4箇所のループを風上より ABCD の順に対角線にペグを打ち込み、テントを固定します。ペグは60度から90度の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。フロアにシワがなくなるようにループを少し引っ張りながらペグで固定してください。フライシートをかぶせます。この時リッジポールの先端をフライシートの内側にあるポケットに入れます。フライシートの端についているバックルをインナーテントコーナーのループについているバックルに留めます。最後に各コーナーのバックルテープを引き、フライシートのたるみを取って張り具合を調整します。フライシートの内側にあるベルクロテープをそれぞれのポールに留めて固定します。フロント、リア側のループを張り出しペグで固定します。ストームガードシステムによりテントの安全性を高め、フライシートとインナーテントの接触を防ぎます。両側面にあるセンターループおよびストームガードに付属のロープを結びペグで固定します。このテントはフライシートを装着したままで設営をすることができます。本体をキャリーバッグから出し、センターハブを中心にフレームを広げます。フレームのジョイント部分を広げます。空気が入りやすいように前後のドアファスナーを広げます。各コーナー部分のフレーム4本をロックボタンがカチッと音がするまでしっかりと伸ばし立ち上げます。設営位置を決め固定します。
クロスフレーム、リッジフレーム、センターハブが一体式で手間いらず。室内の小物入れとして使える便利なポケット、テント内の空気をスムーズに循環させるベンチレーションをトップ、リアに装備。従来の生地素材と比べ紫外線の繊維に与える影響に対し抜群の耐久力を持つ UV プロ。フライシートをインナーテントから完全に取り外し、中央を折り込みながら半分にします。両端を内側に折り込んで長方形にします。長方形をさらに内側に折り込み、収納ケースと同じサイズに畳みます。空気が抜けやすいようにインナーテントのドアのファスナーを一部開けておきます。インナーテントコーナー部のフレームのロックボタンを押して解除し、スライドさせて縮めていきます。フレームのジョイント部分をすべて内側に畳んでいきます。さらにフレームのジョイント部分をすべて内側に畳んでいきます。フライシート、インナーテントをまとめてキャリーバッグに収納します。このテントはフライシートを装着したままで撤収をすることができます。固定したロープ、ペグ、ポールをすべて外し、フライシートの前後のファスナーを開きます。空気が抜けやすいようにインナーテントのドアのファスナーを一部開けておきます。インナーテントコーナー部のフレームのロックボタンを押して解除し、スライドさせて縮めていきます。フレームのジョイント部分をすべて内側に畳んでいきます。センターハブを中心にしてフレームをまとめます。キャリーバッグに収納して完了です。